皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、海外の人から見た日本の驚きの鉄道システムを紹介するぜ。日本の常識は世界の非常識なんて言ったりするもんね。海外の鉄道で驚いた経験のある人はコメント欄で教えてくれよな。いいねも押してくれたらとっても嬉しいわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず海外の人が驚くのが、ダイヤの正確さだそうだ。日本の鉄道の場合、秒単位でダイヤが決められており、基本的に時間通りに着く。5分も遅れれば、車掌さんや駅員さんがお詫びの放送を入れるほど、時間を守る意識が強いんだ。2017年に、つくばエクスプレスが南流山駅を20秒早く出発するという事件が起きたのだが、これに対し、鉄道会社がお詫びの公式声明を発表したことが、海外の人々に大きな衝撃を与えたんだぜ。たった20秒なのにわざわざ謝罪をするなんて時間への意識が相当高いのね。例えば JR 東日本の場合、9割の列車が定時運行されている。しかし欧州の主要鉄道も、定時運行率は9割とされているんだ。あれ、じゃあ日本の鉄道は突出して正確というわけではないの？いや、日本の鉄道の正確性は突出しているぜ。というのも、この統計では日本と欧州で遅延の基準が違うんだ。日本の場合、1分でも遅れたら遅延扱いになってしまう。しかし、例えばイギリスの場合だと、短距離路線は5分、長距離路線は10分以上。遅れないと遅延扱いにならない。さらに、イタリアの普通電車では15分以上、フランスの寝台列車は30分以上遅れないと、遅延にならないんだぜ。日本では考えられない基準の緩さね。発展途上国なんかはもっとひどいぜ。インドなんかでは、数分どころか数時間の遅延が当たり前のように発生する。むしろ定時出発することが珍しいくらいなんだ。さらに、人口の多さも相まって混雑もひどく切符を買うのにも一苦労だそうだ。インドで鉄道に乗るとかなり疲れるらしいぜ。数時間の遅延なんて日本で言ったら大問題になるわよね。ただ、日本の鉄道も最初からここまで正確ではなかったそうだ。1900年前後の日本の鉄道は、インドのように定時に来ることがむしろ珍しいくらいで、利用者からの不満も多かったんだ。それを改善すべく、これまで個人に任されていた運転マニュアルだったが、鉄道会社の運転マニュアルを作ったり、運行管理システムや自動列車制御装置を導入したりと遅延対策が進み、1970年代には平均遅延時間が3分、現在では1分未満という、超高水準のダイヤの正確性を確立した。今日のダイヤの正確さも、長期間の努力の賜物なのね。しかし、あまりに正確さを追求するために起きてしまった悲しい事故もある。2005年の福知山線脱線事故だ。1分半の遅延を取り戻すために速度を出しすぎた結果、尼崎塚口間で脱線事故を起こし500人を超える死傷者を出したんだぜ。それは悲しすぎるわね。ただ、この事故以降このような事故を二度と起こさないように、安全装置の導入が急速に進められたんだ。日本の鉄道には、これからも安全かつ時間に正確な運行を心がけてほしいな。日本の人口は 1.2 億人と、世界で11位だ。多い方ではあるが、トップというわけではない。しかし駅の利用者数の世界ランキングの上位50駅のうち、45駅が日本の駅だそうだ。45駅も？すごいわね。日本の鉄道輸送が盛んな主な理由は人口密度の高さにある。国としての人口密度は、世界で27位とそこまで高くないが、日本の人口は一部の都市へ集中しており、大都市の人口密度は世界レベルだ。だから、大人数を一気に輸送できる鉄道という交通手段が人気なんだ。なるほど。でもマリサ、インドの方が利用客数は多いんじゃない？電車から人がはみ出している写真を見たことがあるわよ。インドの鉄道は日本ほど本数が多くないのに、一駅あたりの乗り入れ路線が少ないんだ。例えば新宿駅だと、JR だけでも複数路線が乗り入れている上に、京王、小田急などの私鉄も乗り入れている。しかしインドの場合、インド国有鉄道とコルカタ、デリーを走る地下鉄が1社ずつと、鉄道会社数が少なく、どんなに大きな駅でも乗り入れ鉄道会社は1社か2社で、相乗降客数はそこまで多くないんだ。なるほどね。また、鉄道が人気なもう一つの理由として駅中施設が充実していることが挙げられる。都心部の駅では駅構内に大型ショッピングモールがあり、ただでさえホームが多く迷いやすい構内が大迷宮と化している。このような駅中施設は日本発祥の文化なんだ。これって日本特有のものだったのね。海外にもあると思っていたわ。最近では海外でも駅中施設の建設に力を入れているんだ。パリでは、プロジェクト新宿という新宿駅のような構内を目指して、パリのターミナル駅の大規模改修が行われたり、
2017年には、JR 東日本がシンガポールの鉄道の駅構内商用区画の営業、開発権を獲得し、日本の駅中開発技術を海外に持ち込もうとしているんだ。海外まで事業展開しているのね。海外では、駅はただの鉄道の停留所という認識であり、駅の規模は小さい。しかし、人口密度の関係で鉄道産業が盛んな日本では、駅は街の中心部のような役割を果たすもので、駅構内や駅周辺は非常に発展している。確かに物件探す時とかも、駅に近いかは重視されるわよね。このような駅の栄え方の違いも、外国人を驚かせる要素の一つなんだぜ。海外の駅で驚いた経験がある人はコメント欄で教えてね。駅中施設の有無も駅の構造の大きな違いだが、それ以外にも細かい違いがあるんだぜ。まずは、ホームの高さだぜ。日本やイギリスでは地面から95から110センチの位置にホームが作られているのに対し、欧米の国では、主要駅だと76センチまたは55センチ、田舎の駅だと38センチと、非常に低い位置にホームが作られている。簡単に線路に降りれちゃうわね。ホームの位置は低いが、台車の高さは日本の鉄道と変わらない。そのためドアの位置も高く、乗り降りするにはステップを使わないといけないんだ。大きい荷物を持っていたら、乗り降りにも苦労するわね。日本も19世紀頃は、ホームの高さは60センチほどだったが、台車とホームの高さを揃えるためにホームのかさ上げが行われ、今の高さになったんだ。昔からある駅のホームを見ると、地層のような構造が、見れると思うぜ。昔の名残を見ることができるのね、面白いわ。そして、もう一つ駅の構造で違うのが改札だ。日本では自動改札機が主流で、出場時と入場時に切符を通す。しかし海外では、自動改札機は一般的ではない。ドイツのように、自動改札機が一切ない国もあるくらいだ。自動改札機がないの？ということは昔の日本みたいに駅員さんが一人一人、確認しているのかしら？いや、昔の日本とは違うぜ。例えば自動改札機がないドイツでは改札に入場時刻を刻印する機械があるだけで、まともな改札はない。切符をその機械に入れて入場時刻を刻印し、下車駅では特に何もせずに降りるという具合だ。え、それじゃあ無賃乗車し放題じゃない？もちろん無賃乗車の対策はされているぜ。海外では検察が主流なんだ。一般客に紛れた私服の職員が、利用客に切符を見せるように言うんだぜ。日本でも、特急列車だとたまに検察があるが普通列車ではまずない。海外では、列車の種別を問わず、常に検察が行われているんだぜ。でもそれだと検察が来ない間に乗り降りすれば無賃乗車できてしまうわよ。確かに、無賃乗車を完全には防げないというデメリットもあるぜ。しかし、改札の設置にかかる設備費用や人件費を節約できたり、駅の出入りが自由になるというメリットもあるぜ。なるほどね、一長一短ってわけか。続いては、実際に電車に乗る時の海外と日本の違いを紹介するぜ。まず驚くのが、指定席者と自由席者の存在だ。海外では、席が誰かに予約されていたらその席には座れないが、予約されていない場合は、指定券を持っていなくても、座れるんだ。じゃあ、指定席者と自由席者で号車が分かれていないのね。ただ、外国人を一番困惑させるのは列車の種別の多さだ。海外の列車では、普通、急行、特急の3種類が基本だ。しかし日本の場合、準急やら快速やらややこしい種別がいろいろある。例えば京阪電車の場合、11種類も種別があるんだぜ。11種類も？日本人でも識別が難しそうね。日本人でも識別が難しい列車種別を外国人が識別するのは至難の業で、どの列車に乗ればいいのかがわからないという不満の声がよく上がるんだぜ。しかも、日本の鉄道の場合、ターミナル駅では様々な鉄道会社が乗り入れており、路線図もとても複雑だ。初めて日本の鉄道を使う外国人は全員あまりの日本の鉄道の複雑さに、困惑すると思うぜ。まあそうだろうね。しかし、システムが複雑な分、案内はとても丁寧なようだ。日本の鉄道では、駅の発着の際必ず車内アナウンスがされる。アナウンスを聞けば、次はどこなのか、乗り換え可能な路線は何か、乗り換え先の電車はいつ発車するのかなどがわかる。しかし、海外の鉄道では特急列車を除いて基本的にアナウンスがないんだ。アナウンスがないの？不親切ね。だから、今どこを走っているのか、乗り換え時間は何分なのかなどを、常に把握しておかないといけないんだぜ。車内アナウンスは当たり前のものじゃなかったのね。そして、海外の鉄道にはあって日本の鉄道にはないことがある。それがパスポートチェックだ。欧州の鉄道だと、国をまたいで走ることがあり、その際にパスポートを拝見するように言われる。しかし、日本は島国だから、電車内でパスポートを確認されることはないんだ。空港以外でもパスポートの確認がされるのね。このように実際に電車に乗っている時も海外と日本の鉄道の違いを体感できるんだぜ。海外の電車で驚いた経験のある人はコメント欄で教えてくれよな。日本と
と海外では、鉄道を利用する際のマナーも異なる。まず、日本では電車を待つ際、地面にある線に沿って並んで待つが、海外では、そのような整列乗車は行われていないんだ。整列せずに並ぶの？そんなことしたら乗車時にカオス状態になると思うんだけど。海外の列車は日本ほど混雑しないから整列乗車をする必要もあまりないんだ。それに、海外では電車の停車位置がきちんと決められていないことが多いんだ。日本では、ちょっとでも停止位置がずれれば停止位置を調整する。オーバーランした場合は逆走して調整しないといけないので、かなり手間がかかり、大問題になる。しかしヨーロッパの国の中では比較的几帳面なドイツでさえ、1から3号車はこの辺、4から6号車はあの辺といった具合にしか決められていない。ひどい場合だと、前から1、2号車と来るはずがなぜか10、9号車と来たなんてこともあるらしい。そんな適当に乗車位置が決められているなら整列乗車をする意味もないわよね。それと、電車の中では静かにするというのも日本独特のマナーだそうだ。海外では、普通に車内で電話で話している人や大声で談笑している人もいるらしい。そんな人たちが車内にいたらすごく嫌だけど海外の人は気にしないのかな？このように、日本における鉄道の利用マナーはよく、海外の人からすれば、日本の鉄道は超快適かもしれない。しかし、海外の人が嫌う日本の風習もあるぜ。それが、通勤ラッシュだ。日本人でも通勤ラッシュはみんな嫌いだろうが欧州人は日本人よりもパーソナルスペースを意識する傾向にあり、日本人以上にラッシュを嫌うそうだ。なるほど、日本の鉄道マナーもいいことばかりではないのね。というわけで、海外の人から見た驚きの鉄道システムを紹介してきたがどうだった？自動改札機、整列乗車のような日本では当たり前のものが、海外では当たり前じゃないと知って驚いたわ。駅中施設やダイヤの正確性など、日本が最先端のものもある。しかし、列車種別の多さや改札にかかる手間や費用など、見直すべき点は多くあり、そのような点においては、海外の鉄道からも学べることがあると思われる。視野を広く持つことで、常識とされていることを疑い、今後の発展につなげていくことができると私は思うぜ。名言出たわね。ということで、今回の動画は以上だぜ。紹介してほしい鉄道関連のネタがあったらコメント欄で教えてくれよな。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価をしてくれると、嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。